ウィリアムズ FW09 は、ウィリアムズが1984年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカーで、1983年の最終戦から投入された。設計は、パトリックヘッドとニールオートレー。ホンダ F1 の黄金時代と謳われる、第2期 F1 活動における71章のうち最初の勝利を挙げたマシンである。 前年1983年にスピリットレーシングへのエンジン供給という形で1968年以来15年ぶりに F1 活動を再開したホンダが同年の最終戦南アフリカグランプリよりウィリアムズへのエンジン供給を開始したことに伴いデビューしたウィリアムズにとっては初となるターボエンジン搭載車であるドライバーはケケロズベルグとジャック・ラフィット デビュー戦となる1983年、南アフリカグランプリでは、ロズベルグが予選6位、決勝では5位入賞を果たしてそのポテンシャルを見せた。1984年は開幕戦ブラジルグランプリで、ロズベルグが2位表彰台を獲得するなど、非常に最先の良いスタートを切るが、ターボエンジン特有のターボラグに、両ドライバーは苦しめられ、機械的なトラブルにも多く見舞われた。 しかし、猛暑のダラスで開催されたアメリカグランプリで多くのチームやドライバーがその暑さに苦しんでトラブルやスピンクラッシュを繰り返す中で予選8位のロズベルグが優勝。異常なまでの暑さによるトリッキーなコンディションと特注の冷却システム付きヘルメットにも助けられる形でシーズン唯一の勝利を挙げた。これはホンダにとっても第二期活動での初優勝であり、 1967年、イタリアグランプリ以来17年ぶりの優勝となった。同年のイギリスグランプリからは、改良型となる FW09B を投入したが、その後の7戦での感想は、オランダグランプリでロズベルグが8位、ポルトガルグランプリでラフィットが14位と、両者1回ずつのみでたはすべてリタイアに終わり、結果的に改良者では、ポイント獲得すらできなかった。 ありがとうございます。